ザファビュラスムーラは、主に WWE などで活躍したアメリカ合衆国の女子プロレスラー。1940年代のデビュー以来、2007年に死去する寸前まで長きにわたりプロレス界に貢献。その晩年には、史上最高齢の現役女子レスラーと呼ばれ、1995年に、 女性初の WWE 殿堂入りを果たすなど、アメリカでの女子プロレスの地位を高めた。10歳の頃に父親に連れられて、プロレス観戦に行き、そこで見た、女子王者、ミルドレッドバークに憧れて、プロレスラーを目指すようになったという。公式には1949年のデビューとされているが、それ以前にも試合をしたという説もあり正式な、デビュー年は不明。 デビュー時期が曖昧なのは、当時はまだ女子プロレスの地位が低く余興扱いだった、ために記録が残されていなかったせいでもある。ムーラも、また男性ヒールの添え物として扱われ、スレイブガール・ムーラなる、リングネームで、バディ・ロジャースのセコンドとなり、観客の目を楽しませるとともに、ロジャースの反則攻撃を助けるという役割を、務めていた。やがて、ファビュラス・ムーラに改名して、 本格的に選手として試合するようになり、1956年9月18日には13人の選手によって行われたトーナメントを制覇、初代 WWF 女子王者となる。この王座は1984年7月23日に、陥落するまで実に27年10ヶ月の長期政権だったと記録されている。しかし、 これは NWA 管理下において行われた王座戦が WWE では公式記録として認められていないためであり、実際はその間に4度の王座陥落と帰り咲きを繰り返している。とはいえ、いずれも陥落期間が短期間であり、約28年間のほとんどの時期において、ムーラが王座を保持し続けていたことは事実である。抹消された記録の中には、 1968年3月10日に日本女子プロレスにて、ともえさちこが王座ダッシュしたものもある。日本では分裂後の日本女子、その後継たる国際プロレスの女子部に参戦、小畑千代らと激闘を演じた。国際女子部崩壊後は全日本女子プロレスに活動の場を移し、ナンシー組を相手に女子王座の防衛戦を行うなどした。 1972年7月1日には、弟子のビッキー・ウィリアムスを相手に、女性で初めて、マディソン・スクエア・ガーデンでの試合を行う。1984年より、WWF が、ビンス・マク・マホン・ジュニアの身体成果で、全米進出を開始すると、女子部門の中心人物として招かれ、かねてから保持していた、女子王座も、 正式に WWF の認定タイトルとなった。WWF では悪徳マネージャーのキャプテンル・アルバーノと決託し、1984年7月23日の MSG 定期戦では人気歌手のシンディ・ローパーがセコンドについたウェンディ・リヒターと対戦。試合には敗れ女子王座を失ったもののザ・ブロール・ツー・エンド・イット・オールと題されたこの試合は、 MTV で放送され大きな反響を呼ぶ。一行も、ローパーリヒターとの構想アングルを展開し、1985年3月31日のレッスルマニア第1回大会にも、リヒターの対戦相手、レーラー2回のマネージャーとして出場、ローパーとのリング外での争いで大会を盛り上げた。翌1986年4月7日には、 現役王者として、レッスルマニア2に出場。この時すでに62歳だった。1986年7月、シェリー・マーテルに敗れて、王座陥落したのを最後に、第一戦から姿を消すものの、現役生活は続行。プロレス界のクイーンを自称し、キングのニックネームで WWF に参戦してきた、ハーリー・レースとも、共闘。 1987年3月29日のレッスルマニア3ではボビー・ヒーナンと共にレースのセコンドを務めた。1995年には女性初の WWF 殿堂入りを果たしている。WWF がドラマ重視のアティチュード路線に転換すると1999年頃から同い年のベテラン女子レースラーメイアングとのコンビで登場するようになる。 この頃にはもう試合いはせず、スキットの登場人物として、場を混乱させるコメディエンヌ的な役割が主だった。しかしながら、現役引退したわけではなく、1999年10月17日のノーマーシーにてアイボリーを破り、13年ぶりの王座大感を果たす。自身4度目の王座ダッシュは、実に76歳3ヶ月という最高齢、記録である。 2003年9月15日放送の RAW では、ランディ・オートンの RKO を受けるなど、80歳を過ぎてなお、生涯現役であることをアピールした。w w e への最後の登場は2007年8月26日のサマースラム。 ここでも元気な姿を見せていたものの、同年11月2日に、サウスカロライナ州歴シントンにて84年の、生涯を閉じる。翌週の RAW では、長年の功績を称えて、追悼映像が流された。2018年3月12日の RAW で4月8日の、レッスルマニア34において、アンドレザ・ジャイアントメモリアルバトルロイヤルの女子版として、 ファビューラスムーラメモリアルバトルロイヤルの開催が発表された。13人兄弟の末っ子として生まれた。8歳の時に、ガンで母親を亡くし、10歳になると、親戚の面許農場で働き始める。14歳にて21歳の男性と結婚するが2年後に離婚。その間に一人の娘を出産。以降、通算5回の結婚を経て、 最終的には6人の孫と6人のひ孫に囲まれていた。1970年代初頭からレスリング学校を運営して多くの女子レスラーを指導し、また彼女たちのブッキングも管理していた。見た目だけで採用され、レスリング能力に欠けるレスラーも少なくなかった。女子プロレス界にしっかりとした試合のできるレスラーを多く輩出。 あとの WWF 女子部門の土台を作った。主な文下生に、ビビアン・バション、レイラに、カイ、ジュディ・マーチン、ウェンディ・リヒター、シェリー・マーテル、ルナ・バション、リタなどがいる。ありがとうございます。